あ、のるみさんだけ？いや、君か。お邪魔します。カツラギさんたちはいないの？あいにく今日は僕しかいないよ。静かなのはいいことだね。本当に痛感するよ。コーヒー入れてこようか。今は大丈夫です。そう、騒がしくしなければ静かにしてていいよ。あ、カツラギさんまたパソコンつけっぱなしにして出てたんだ。まったくもう。スペースを設けたとはいえ、後片付けはちゃんとやってほしいよ。そうなの？ああ、このパソコンは来客用なんだ。カツラギさんが調べ物に使いたいと言ってね。彼女9割ぐらい遊んでるけど。まあ君も何か調べたいことがあったら使うといい。後片付けはちゃんとしてね。ありがとう。お、早速あれじゃない、なんか情報が収集できるんじゃない？次回探索地から鳴海探偵所を調べられるようになった。やりました。それにしても今日は静かだな。仕事もはかどるってものだよ。こんな日はゆっくりコーヒーでも。なんかすごい足音がしなかった今。あ、来た。ドカンと来た一発。鳴海帰ったぞ。ここは君の家じゃないって言ってるでしょ。あ、誰か連れてる。聞いて喜べ、ことぶき。今日はスペシャルゲストを連れてきたぞ。もうことぶきちゃんいる前提じゃん。この人が菅原さんかな。あら、かわいい。え、なんか忍者みたいじゃない。え、こんにちは。菅原何ちゃんだろう。凛ちゃんかな、すずちゃんかな。なるみ探偵、事務所へようこそ。私は雑用担当の菅原凛だ。凛ちゃんだった。なるほど、あなたがすずさんか。不思議なこともあるものだ。あなたが菅原さん？いかにも。なんか想像してたのと違うわ。はじめまして、ことぶきとわこです。ちょっときっかけがあってこの事務所にお世話になってます。敬語は使わずとも構わない。よろしく頼むぞ。ことぶきさんはどうして私の名前を？昨日なるみさんに紹介されたの。お兄ちゃん探しを手伝ってくれるかもって。でもいいの？知り合っても間もないのに。おやついがよ。菅原はそういうの気にしないからな。今度美味しいものでもおごればいいさ。こっち中学生ですけど。さてと、もうすぐ予約の時間だな。ほらほら、君たちはお客さんの邪魔になるといけないから外で遊びなよ。ケチだな。僕は良くてもお客さんに迷惑をかけちゃいけないよ。いや、僕もいいわけじゃないけどね。話すなら場所を変えないから、その方がゆっくりお話できると思う。ことぶきさんの尋ね人についても詳しく聞いてないし。場所はどこで？じゃあカフェセーラームーンにしよう。近いし学割も聞くし。あ、そうなんだ。やけに可愛い名前だな。君たち喋るなら外で。意外と厳しいですね、なるみさん。でも折れやすい。あら、おしゃれなカフェだな。こんな綺麗なカフェだったんですね。菅原、どういうことだ？どういうことと言われても。メイド喫茶だなんて聞いてないんだが。あ、メイド喫茶なのこれ。そうは言っても探偵事務所から近いのはここぐらいしかないし。てかメイド喫茶で学割聞くとこあるんだ。俺メイド喫茶行ったことない。気になってはずっといる。でも勇気いるよね。特に僕一緒に行く友達なんか絶対ないから、行くなら一人なんだけど。一人カラオケは行けても、一人メイド喫茶はちょっと厳しいですよね。でも人生で一回は行ってみたいよね。ことぶきさん、確かお兄さんを探しているんだったか。もうなるみさんから連絡が入ったの？ああ、昨日メールで詳細を知った。菅原さ、何でも手伝うのはいいことだけど、ただ働きもあんまり良くないぞ。私なんか店番最近サボってるしな。怠けるのは良くないぞ。お互い良くない良くない。だってお客さん来ねえんだよ。こんな田舎じゃしょうがねえよな。でも今日は予約入ってたんだね。葛城さんはお店で働いてるの？あ、そっちのか。自宅の方なんだ。実家の家が工務店なんだよ。まあこっからはだいぶ遠いけど。工務店、へえ。なんか家に居場所がないっつーか、だから事務所に入り浸ってるわけだが。いろいろあるんだな、みんな。そういえば知ってるか、人類滅亡の噂。そんなものがあるのか。あら、リンさんも知らない。ただのデマだろうと私は思うけどな。大陸が観測できなくなったからみんな過敏になってんだ。どこで知ったの？
あんまり大々的には発表されてないみたいだけど、一部の掲示板には情報が出てるみたいだな。ほら、35チャンネル、また35。コンビニと同じじゃん。世界滅亡を止めるスレだってよ。暇な人もいるものだな。巨大怪獣を召喚するとか、最終兵器を使うとか、アホらしいな。宇宙人の仕業とか真剣に言ってるやつもいるんだよな。さっきあれだな、あのこのカフェの前にちょうどいたな。あ、てかなんなら中にいるあの人じゃない？別の人かな。でも観測不能の大陸とかありえねえだろ普通。そうだといいんだけど。宇宙人の仕業とは面白い。まるで近未来小説のような近未来小説の世界のようだな。でもよくよく考えれば、宇宙人からすれば地球人も宇宙人じゃない？それはなんかこう、日本人が普段自分が日本人だってことを意識してないのと一緒じゃね？なんかメロンパンにメロンが入ってないみたいな、それちょっと違くない？なるほど、理解したのか。あと何食べてんだそれ。なるほど。なんか世界が滅ぶかもしれないっつっても、いまいち実感が湧かない感じがするんだよな。まあそうだよね、特に今の現代ってあんまりそういうのってなんかこう騒がないですよね。またまたみたいな。またまたみたいな。昔そのさ、なんだっけ、なんかアルマゲドンのうんぬんみたいなかったよね。なんか滅亡説みたいな。なんだっけ、あの神様みたいな名前。ど忘れしちゃった。あのケロロ軍曹とかにも出てきてたやつ。映画とかで腐るほど見せられてる題材なのに、いざ自分のことになると、うーんってなるというか。N 大陸がどうのこうのと言われたところで、現実味がいまいち感じられないな。なんとかなるとは思うが。いいよな、菅原は前向きで。私は前向きになれたことなど一度もない。葛城さんはネガティブだからな。そういえば二人はいつ知り合ったの？いつだったっけ？よく覚えてないな。あら、そういうものなのかな。なんかさっきのあのその前の大陸滅亡云々の話を忘れてる人がいたのもちょっと気になるけど、なんか記憶が抜けてる時期があんのかな。ああそうだ、私が2年前ぐらいに犬の捜索で世話になったんだったな、探偵事務所に。あ、なんだ覚えてるんかい。犬が見つかって礼を言いに行ったら菅原がいて、ゲームの対戦をしたんだ。それから菅原と話すようになって、なんか気がついたら常連って感じだ。そうだったそうだった。成美は頼りないやつだけど菅原はいい。大体のことは肯定してくれるから。成美はダメだ。事務所でスルメを開けたぐらいでいちいちやかましい。まあ匂いがきついからな、スルメは。何が匂いが広がるからやめろだ、やっぱり。でもなんだかんだで事務所には来ているな。逆にあそこぐらいしかねえんだよ、くつろげる場所が。桂木さん、私の大学に来たらどうだ？面白いぞ。高校生が行ったって場違い感半端ないだろう。二人は今。ああ、私は17。で、菅原は今19だっけ？じゃあ第2か第3ぐらいか。あ、第1か第2ぐらいか。いや、第2か第3ぐらいか。え、そうなんだ。もっと若いのかと思った。やっぱそう思う？誰が見ても大人には見えねえよな、菅原。内心気にしていることを。確かに、めっちゃ若く見えるな。ところで、抹茶パフェのおかわりを頼む。あれ？あの無料のやつじゃないそれ。そういえば話は変わるが、海沿いの道にガラクタ御殿みたいなところがあんだよ。ガラクタ御殿？え、ああ、あれじゃん。何でも嫌じゃん。ガキどもが秘密基地でも作ってんのかな。私も秘密基地で青春を過ごしたかった。今まさに青春だろ。秘密基地？それってもしかして何でも嫌のこと？私あの人にお世話になってるんだ。いやいや、明らかにやばいだろあそこ。テレビのバランスとかやばい。地震とか来たら絶対やばい。それはやばい。確かにちょっと変わってるけど、でも悪い人じゃなさそうだったよ。クロイさんって言うんだって。一周回って見てみたくなるな、あれを作ったやつを。確かに合わせてみたいですね。ああもうこんな時間か。結構喋っちゃったな。ことぶき、門限とか大丈夫？うん、大丈夫。協力者がまた見つかってよかったな、ことぶき。ありがとう、二人とも。礼には及ばない。さて、勘定は私がしよう。え、いいの？私が一番最年長なのだし。それに、今回の依頼料はもう成美さんからもらっている。あら、そうなの？
いい人やな。だから心配は無用だ。菅原はこういうやつなんだ、心配するな。お言葉に甘えるのもマナーってやつだぞ。それじゃあごちそうさまです。いや、いい大人たちに囲まれたな。じゃあまた今度な、ことぶき。また事務所に来るといい。待ってるぞ。ありがとう二人とも。めっちゃいい人たちだね。助かる。あれなのかな、凛ちゃんもまた表示されてんのかな、メニューに。私も帰らないと。菅原さん、優しそうな人でよかった。明日も進展があるといいな。お、次回探索時からカフェセーラームーンを調べられるようになった。やった。一気に増えましたね、探索場所が。パソコンとかも使えるようになったし、カフェのお客さんもつ、あ、何その調べられるようになった。で、何なのこの毎回この暗くなるやつ。これ怖いんですけど。そして学校が終わると。学校には見えないけどね。あ、3日目。ああ、情報ポイント集めよう。あら、また昨日の子たちがいるな。一晩ちょっとセーブしましょうか。あ、映ってる。あ、なんか増えてるよ。ハロー、ハローワールドだって。これ OK 押せたりしないかな。さすがに押せませんでした。バツボタンも押せない。かわいい、増えてる。この4人で主軸で回ってくのかな。かわいいですね。さて、じゃあ今日も情報ポイント集めていきましょうか。あ、でも待って、ノルマは650か。前回より50多いですね。あ、てか今までのは蓄積されるタイプなんだ。累計なんだね。よし、じゃあ行きましょう。あと350か。早速この人たちに。またふざけるなよ。どうして私よりお前の弁当の方が豪華なんだ。メカブ弁当より質素な弁当ってある？むしろ。あ、メカブ好きなんだ、本当に。あ、やった、20。おっきいですね。前回メカブって言ってた人だ。メカブ弁当、俺メカブって普通に言ってたけど、メカブがいまいち分かってないけど、みんな分かる？メカブって。遠くから誰かの歌が聞こえる。歌、え、それだけ？歌で10ポイント。その歌が実は呪いの歌でみたいな、邪神を引き起こしてみたいな、なければ割に合わないけど。あ、そういえばさ、俺お金600円もらってるんですよ、お小遣いで。これ買えるよね。ホット渋柿と飲む杏仁豆腐買っとこうか。じゃあこれ1個ずつぐらい買っとこうか。こんな季節に正気？確かに、みんな大好き飲むスイーツ。え、そうなのか。俺前も言ったけど杏仁豆腐そこまで得意じゃないんですよね。で、210円使っちゃった。これ使えるのかな。飴もそうだけど、これ後々なんか使う機会が果たしてあるのか。あ、人が増えてる。こんにちは。あれ、この2人知り合いだったのか。ここまでのあらすじ。 N 大陸へ向かうことを決心した私であったが、ここで重大な問題が発覚したのである。私泳げない。あ、前回のあの泳いで行こうか行かないか問題以前の話だったのか。というわけで、ちょうどいい浮き輪があったから、あったら貸してくれたまえ。頼むぞ、裏若き少女よ。果たしてじゃあその裏若き少女は。隣の人うるさいな。早めに帰った方がいいよ、そこは危ない。かっこいいだろ、黄色。黄色って呼ぶな。髪の毛の色って呼ぶなよ。で、メイド喫茶セーラームーン。ここでもなんかいろいろありそうですね。あ、メニュー、ふわふわパンケーキ、宇治抹茶パンケーキ、スモアパンケーキ。スモアってなんだ。激レアチーズケーキ。でもなんかスモアって名前こうふわふわそうなイメージあるな。いちごのショートケーキ。うわ、パンケーキ食べたい。多いな。プリンアラモード、宇治抹茶パフェ、魔女の気まぐれパフェ。あ、それ食べたい。プラス150円でコーヒー、紅茶もしくはブラッドオレンジジュースをつけします。いいね、世界観あるね、ブラッドオレンジジュース。俺ブラッドオレンジジュース好きですよ。綺麗ですね。てか店内これ前回見た時ちゃんと探索できなかったから嬉しいな。これ何？あ、これ普通にクッションか。すげえ、てかピアノあるじゃん。店内にこんな大きいグランドピアノあるのすごくない？なかなか高級感溢れてるな。赤髪セミロングの女性、深刻な顔してどうしたのかですか？私、1週間前に姉と喧嘩してしまったのであります。それで家を飛び出してしまって。あら、家出少女。世界滅亡の噂なんて信じてないけど、でも不安になってしまって。本当は仲直りしたかったのに、でもやっぱり会うのは怖い。あー、でもわかるわ、俺兄弟いないんだけど、まあなんか友達とかでもそうだけど、喧嘩した後ってこう仲直りまでが怖いですよね。おはよう。あれ、こんにちはだっけ。茶髪の女性。私は見ての通り人休み中。
ジャーナリストにも休息はある。いや大変なんだよね。大陸消滅に加えて海面が上昇してるんでしょ。あ、そうなんだ。たまにちゃんとしたあれだね、ストーリーに関係ありそうな情報が舞い込んでくるから油断できないな。この街はまだなんともなってない、ないみたいだからいいけど、なんだろう、異常気象かな。海面が上がってる、気になるね。海の中になんかいるとかじゃないの。薪ストーブだ。夏なのに雰囲気作りかな。俺もう最近動物の森ばっかやってるから薪ストーブ見ると動物の森思い出しちゃうわ。で、こんにちは。銀髪パーマのメイド。あ、この人たちがメイドさんか。はぁ、しかしお客さんが少ないと暇でしょうがないわね。でもクーちゃんとお揃いで働けたからいいのよ。黒髪ロングのメイドさん、客の前だぞ、言葉を慎め。友達同士で入店した感じか。クーちゃんのイケズ、でもそんなところも好きよ。あら、何可愛らしい。いやでも実はお客さんはこういうやりとりを見ると絶対喜ぶでしょ。絶対に需要があると思うよ、やめないでほしい。こんぐらいかな。コンテナで調べられるのはこんぐらいか。よし、じゃあちょっと他のところも行ってみよう。あぶね、今見落としかけたわ。整頓されたレジだ。チラシが置かれている。メイドさん募集中。男性の方も歓迎です。男性の方も歓迎です。なるほど、ごくり。俺も考えられるかな。いや、やめておきましょう。あ、なんだ。あ、ゴミだ。出た出たな、ゴミ。何なのかよくわかんないけど、とりあえず捨てるやつ。空き缶ね。ゴミ箱あったらまた捨てておきましょうか。こんにちは可愛い顔してんな。緑髪の男性、こんにちは。例のニュースはご覧になりましたか。海外の方か。ネット上ではデマばかりだし、不安のあまり他人を攻撃する人たちも。困ったものです。もっと可愛い動物のニュースとかを見たいものですね。わかる。皆さん癒しが足りてないです。こないだどっかの動物園のセクシーポーズをしてるリスっていう可愛らしいニュースが上がってましたね、ツイッターのトレンドに。ああいうのばっかりになってほしいね。まだもぞもぞしてる。あら、こんにちは。え、なんかかっこいい。髪がなびいてる。マントつけてる。青髪の男性、君は確か。ああ、話には聞いているよ。どうやら真実を知りたくて頑張っているようだね。この世界はもう長くはないのに。真実？家族のことを思うのも大事だが、くれぐれも慎重になることだ。あら、知り合いですか。君が深淵を覗くとき、深淵もまた君を覗いているんだから。どこの関係者。クロイさんの知り合い、それとも鳴海探偵事務所か。気になりますね。で、そういえば探偵事務所も調べられるって言ってたな。ジョジョの奇妙な冒険みたいなBGM かっこいいよね。なんかこの辺とか調べられるのかな、室内とか。あ、なんか見れる。ゲーム動画の編集画面が開かれてる。え、俺ですか。え、俺の家ですか。え、誰だろう。なるみさんじゃないよな。いちかちゃんがゲーム実況とかやってんのかな。気になりますね。そしたらあとはやっぱり気になるのはここだね。伝説のクソゲー関節シューティングが蘇る。エターナルシリーズの新作開発が決定。オカルトのあれについて語るスレ53話目。ごちゃんとかいろいろありますね。まあ、上から見ていこうか。80年代に関節者、あれ関節者ってどこで見なかったっけ、から発売された伝説のクソゲー関節シューティングがデスクトップ版として復活。めっちゃやってみたい。あまりにも遅すぎると話題になった多関節クリーチャー、誤植の多すぎるストーリーもそのままさ完全再現されており、家族みんなで懐かしの気分を味わうことができる。メーカー規模価格3535円。ちゃんと取るな。アマディオンかな。で、こういう発売中。あ、これポイント、これポイントもらえんだ。これ3つ稼げるね。エターナルシリーズ見てみようか。先日の MGS 冥王星ゲームショー、ギリギリだな、にて話題の VRRPG、 あ、 VR ゲームなんだ。エターナルシリーズの新作が発表された。前作の開発中止について不安の声も上がっているが、開発チームは皆さんのために頑張りますとのこと。なお MG 冥王星ゲームなんだろ。ソフトウェアは、アーケード音楽ゲームサンデラ、サンジ、ミデラ、ポッポンシューティングこれ元ネタがありますね、絶対全部。シリーズの、新作開発も行っており、 SNS では期待の声が寄せられている。ポッポンミュージックか。いや、あのモチーフにされてるやつ、俺名前は知ってるけどやったことないな。みんな音ゲーとかやります。僕なんか前どっかの配信でもちょっと話題に上がったけど、チューニズムだけ一回やったことあるんだよね。あとはもう太鼓の達人ぐらい。あのマイマイとか有名だけど全くやったことないわ。654、七しの落とし子あるある。七しの〇〇か〇〇の七しね。さすらいの七しとかね。
大陸消滅ってなんや、なんや集団幻覚じゃね。はいはい、二軍二軍、何二軍っていや番号666不吉だな。こんな時にも35ちゃん見てるやつらどんだけ暇なのよ。35ちゃんだったわ。チャンネルいくつなんだよ。ということでここで30ポイント手に入りましたね。お、530、あと120か。まだ結構手に入ってないですね。このメモとかは見れなさそう。探偵事務所これぐらいかな。また空き缶があった、これは捨てておこう。でこっちの裏とかはなんかまた増えたりしてない？してなさそうですね。よし、あのなんか猫ちゃんみたいな女性に話しかけよう。こんにちは。獣耳の女性？おうおう、ネット民が騒いでる。高みの見物は楽しいですね。こういうニュースが流れた時だけ人を大切になの何なの騒ぎ出す奴らにはヘドが出ますよ。この世の終わりです、週末だけに、ギャハハ。なかなかブラックなジョークをかますな。お、新しいニュース入ってるっぽい。現在森林公園の工事を行ってます。関係者以外立ち入りを禁止します。なるほど、喋る猫ちゃんのニュースなくなっちゃったな。あの人が喋る、ね、猫ちゃんかな。さすがにそれはないか。こんにちは、府警さん。あら、こんにちは。この町の平、この町は平和で本当にいいですね。ここだけの話、世界滅亡の噂のせいで各地で暴動が起きてるみたいですから。あ、そうなんだ。まあ、そうだよね。あなたも悪い子になっちゃいけませんよ。ありがとう。まあ、なんかそういう混乱に乗じてなんか暴動とか起こしちゃうって結構ありがちですもんね。で、なんだこれは。荷台から甘い匂いがする。一体何を運んでるんだろう。え、気になる。アメちゃんか、なんだ、イチゴか。俺はそういうスイーツとかが食べたいよ今すごく。あ、なんだ、今月は自殺防止強化月間です。へえ、多いのかなこの辺自殺とか。あ、なんだかなんだ、よく見ると毛虫がいる情報の一つ一つ甘くない。あ、猫ちゃんだ。この子じゃない、喋る猫ちゃん。あ、かわいい、かわいい、え、めっちゃかわいい。どっか行ってしまった。めっちゃかわいかった。てか顔グラフィックあったな、わざわざ。まさか後々出てくるのかかもしれませんね。そしてポイントは残り20、あと1箇所から2箇所ってとこだな。この辺とか。あ、この方かな。こんにちは、銀髪の少々。ねえ、あんた私のお父ちゃん見なかった？父ちゃん、ギャップがすごいな。筋肉だるまのじじいなんだけど、わからないですけど、前回の右の端っこで話しかけてくれた人かな。見ていないの？見つけたら教えてちょうだい。私のプリン食べやがったのよ、あいつ。見つけ次第殴り殺しにしてやるわ。もちろんサバゲーでね。あら、ゲーマー。お、集まったノルマが。やった。黒井さん？あれ、いなくない？あれ？黒井さんいない。買い出しに行ってるのかな？またアイスか？また後で来てみようかな。あれ？どうしちゃったんだろう？あ、困ったら探偵事務所来るな。おや、ことぶきさんじゃないか。ことぶき、さっき菅原がお前のこと探してたぞ。なんか携帯番号、あ、そうか、携帯ないのか。こないだそういえば家電しかないって言ってたな。ああ、そういえばそうだったね。彼女さっきまでここにいたんだけど、あら、すれ違っちゃったか。どこに行ったんだろうね。そんなに遠くへは行ってないと思うよ。探してこようかな。うん、気をつけてね。菅原さんたちを探しに行こう。わかりました。あら、どうしたんだろう。あ、いた。あ、誰だ、一緒にいるな。あら、あ、大宮さん、おじいちゃんじゃない。大宮京賀さんかな、かっこいい。池叔父が出てきたけど。いや、こんにちは、久しぶりだね。おじさんと菅原さん、どうしてここに。あ、やっぱおじさんと会ったことあるんだ。大宮先生が近くの学校に用向きがあったとかで、一緒にこの街を見て回っていたのだ。ここは綺麗な街だね。静かな港町なんて今時珍しいからね。電車の時間までもう少しあるし、ちょっとお話でもしよう。おじさん、いや、めっちゃかっこいいな。あ、よく見たら後ろで結んでるんだ、髪を。いやー、洒落てるな。でも大丈夫なの？おじさんは今忙しいんだと思ってたけど。だって今は。ああ、そうとも、 N 大陸が消えたから世界中の学者たちが大騒ぎしてる。昨日も緊急で学会を、に行ったりしたよ。私の助手たちもやることだらけでてんてこまいだ。何しろ
大陸が一晩で消滅するなんて、人類史上類何言ってんの俺。人類史上類を見ないものだからね。すいませんでした。おバカさんがすごい発動しちゃったわ。焦るのも仕方がない。おまけに海にも異変が起きてるそうだな。あ、例の海面上昇か。なるみさんが言っていた。やっぱり学生の間でも専門家の間でも世界が滅亡するだとか囁かれているが、地球滅亡論というのはどの時代にもあるものだ。古代マヤ文明とかが有名だけど、最近では AI が人類滅亡までの時間を推測するなんてことも行われているんだ。いやはや技術の進歩は目まぐるしいなかな。そしてそれが外れるたびに話題になる。人類は今日も生き延びることができたと。なんだか狼少年のような話だな。人間というのはそういう生き物だからね。誰だって何かにつけて安心したいというものだ。だが今回はそうもいかない。実際に海の向こうで何かが起こってるというのだから。でもなんだか気の臭いぞ。 N 大陸だって観測できなかった、なっただけで、実際に消えたかどうかはわからないんだろう。何事もなかったかのように1年過ぎたりして。まあそれが一番いいよね。しかし今日は暑いね。何か飲み物でも買ってこようか。あ、私持ってますよ。ホット渋柿と飲むアニー豆腐持ってますよ。そこにジャンキーがあるんじゃない。いや、このジャンキーはラインナップがちょっと、まあ、その2択だからな。お茶でも買ってこようと思ってね。君たちもそれでいいかな。じゃあお願いします。さっきのあれか、3号マーとか。こうなるごとに35という数字が出てくるね。チャンネルもそうだったけど35ちゃんだった。ああそうだ、今日はことぶきさんに渡すものがある。渡すものって？じゃーん、ことぶきさんのお兄さんの USB メモリだ。え、お兄ちゃんの？ありがとう。でもこんなもの一体どこに？企業秘密だが、ご存知の通り私の大学がお兄さんと同じだからな。あ、そうか。お兄さんのいた教室、ゼミ、サークル、それに先生の研究室。先生の研究室？エトセトラ。大丈夫なやつかそれ。大学中を探して見つけた。成美さんの力を借りればたやすいことだ。極秘任務ゆえ大宮先生には内密に頼む。まあ、そうか、学校側にはバレちゃいかんか。菅原さんたちってすごいのね。今度お礼を持ってくるね。いや、それほどでも。何か手がかりになるといいな。ほら、お茶だよ。水分補給は大事だ。先生、いつからそこに？聞かれてたんじゃない？おっと、そろそろ電車の時間だな。今日はありがとうね。久々に話せてよかったよ。こちらこそ。おじさんも菅原さんも元気でね。それじゃあ行こうか、菅原さん。ああ、また会おう。ほえー、すっと来てすっと帰っていったな、おじさん。でもかっこよかったですね。さて、そろそろ黒井さんも帰ってきたかな。行ってみようか。あ、いるじゃん。あ、猫ってやん。